皆さんこんにちは高山右近記念資料館の館長の奈良賢治です今日はピリピ人への手紙3章20節より私たちは天の民ということを御言葉から聞かせていただきましょうそれでは聖書を開きます 新約聖書「ピリリ人への手紙」3章20節けれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます以上です慶長13年1608年のクリスマスに 高山右近は多くの人を招いてお祝いの会をしたたそうです。800人人以上ののちがにに招かれて、こ集集まりに集ったそうです。不思議なことなのですがこのようにたくさんの人を招いて食事をするという記録はそれ以前にもそれ以降にも話が出てきません。 一体高山右近は800人を超える人たちを前にしてどのような食事を提供したのでしょうかたくさんの人たちに召し上がっていただきクリスマスのお祝いの雰囲気を出すのに彼が考えたのはおそらく宣教師をもてなすために草案した自分にの原型みたいなレシピだったかもしれません 今のような盛り付けの自分にではなく江戸時代初期に食べられていた食品を材料にしたでしょう実はこの年に彼にとっては非常に悲しい出来事が重なった年でしたそれは母を亡くしそして長男の十次郎夫妻が亡くなっていたからです普通なら お祝いをするのではなく、死者を弔い、静かにしているのが、一般的な考えだと思います。ところが、そんな考えをせず、クリスマスのお祝いを設けたのです。家族の死は悲しくても、高山右近は、私たちのためにおいでになられた、イエス・キリストの降誕を、 祝うことを考えたのですそれはウコンには彼の家族といつかパライソ天国で再び会えるのだという強い思いがあり人々と共にイエス・キリストの誕生をまたその方を信ずる者は天国に生き永遠に生きるという信仰。 そして再び生きる復活の信仰を伝えようとしてのことだったのです。これこそ高山右近のキリシタンとしての本領発揮ということでしょう。この彼の行動を上智大学の教授をされていたヨハネス・ラウレス神父という方がこの家族の死をも キリスト教を伝えるための機会にしたのであると言及しています。ウコンにとって人の死は、汚れではなく、新しい人生の幕開けなのだということを考えていたのです。だから、自分の家族が天に召されたことであっても、再び新しい人生を生き直す出発の時だと 思っていたのです聖書は「国籍は天にあります」と語られています。21節では「私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます」と語られています。何という特権でしょうか。私たちは地上の生活を終えた後天の民として 栄光に輝く体を与えられ、新しく歩む約束を神様から与えられているのです。あなたはそのことを信じますかお祈りいたしましょう。天の父なる神様、彼と同じように私たちも天の民としてあなたが迎えてくださることを感謝します。そのことをいつも 喜んでいられますようにどうぞお助けくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン